はい、サブちゃんです。これ撮れてんのかな。今ねちょっと帰宅したのでかなり遅くなってしまったんですが、ちょっとサブちゃんも毎日頑張りたいので撮ってます。はい、っていう感じで、こう今日のコーディネートコーナー、今日はねご飯食べに行ってたんで、この時間にマジで今帰ってきました。はい、そんな感じでね、もうちょっとね帰りにコンビニでいつものやつ買ってきて、もう寝るだけなんですが、コーディネートをやります。はい、こんな感じで、この MA1、 こちらはですねマルジェラのものになります。もうね今となってはこんな高いもの買えないんですが、マルジェラの MA1 になりますね。確か3年くらい前のものかな。で今もしっかりと着用してます。はい、熱い。で中に着てるのはこの前紹介した無印良品のアゼアミニットと、パンツはねユニクロのコーデュロイのスキニーパンツになります。昨日ね紹介っていうかサブちゃんでこれ買ったよって言ったものなんですけど、もう履いちゃいました。これに今はちょっと室内用のサンダルなんですけども、今日は何が入ってたっけな、ちょっともうねちょっと酔っ払ってるんで忘れちゃったんですけど、あ、トリッカーズのサイドゴアブーツの茶色、なんかね茶色に茶色合わすの好きで、そんな感じで履いてました。はい、っていう感じで今日のゆるいサブちゃんになるんですが、もともとゆるいんですがさらにゆるくてごめんなさい、ちょっとサスケが暴れてるんでサスケ連れてきます。この前はナルトをご紹介したと思うんですけど、サスケちゃんです。あんまりね抱っこされるの好きじゃないんで、こんな体勢なんでちょっと下ろします、かわいそうなんで。はい、スコティッシュフォールドのメスで、名前はサスケ、女の子なんですけどサスケな。そう、もうね猫を飼おうと思ってたんですけども、絶対2匹飼いたいなと思って、1匹じゃ寂しいと思うんで、でナルトとサスケっていう感じで、ちょっと茶色い猫とグレーの猫を飼おうって決めて買ったのがもう2年前くらいですかね。そっからもう癒されまくってます。やっぱねスコティッシュなんでちょっとちっちゃいんですけども、まあ、ツンデレですよね。抱っこされるのは大嫌いなんですが、撫でられたりとかすると誰もいないとぐる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 行ったりとか、夜中の3時4時くらいにね頭の上乗ってきたりとかするところが可愛いポイントです。はい、っていう感じで、何喋ろうかね、好きな漫画でも喋りましょうか。はい、っていう感じで好きな漫画ベスト5なんですが、まあ、ナルトは好きです。そのなんだろうね、漫画を見るときにも漫画単体の面白さっていうよりもストーリーだったりとか、なんか勉強になるかなっていう感じで僕はよく見ちゃうんで、ナルトとかね諦めないと根性みたいな感じのところが、おーおーおー暴れてるねところをね勉強になるし、あとはバガボンドとか、あとはなんだろう、ワンピースとかあんまり見ないですね。途中で見るのやめちゃって、長いんで終わったら見ようと思って。あとはキングダムか、キングダムはかっこいいですよ。あとはレベル E、ハンター、ハンター、悠々白書、以上です。